I was raised in a typical Japanese family. We would go to shrines and temples and worship gods or Buddhas. 学校のテキストでイエスという名前は聞いたことがあって、イエス・キリストはなんか偉い人なのかなと思っていまして、で、それぐらいしか知識がなかったんですね。日本でイエス様を信じる人は少ないです。で、僕たちが住んでいる家の近くでもほとんどの人がキリスト教の信者ではない。I was grown up in a half Christian family. My father became converted right after World War II. So my father took me to the church and I was converted when I was a junior high. 私はこの改革長老教会で生まれました。両親はこの教会で出会って洗礼を受けました。ですから私はカベナントチャイルドですね。I attended a kindergarten which was run by lay missionaries from the US. And the principal would start a meeting with reading up the scripture. And that's where I first got in contact with the Bible.私のお母さんとおばあさんがカトリックの信者でした。ですからいつも神様にお祈りしますということはすごく身近な言葉だったんですけれども、教会に行かないまま大きくなって、信仰に入る前に僕は仏教のことにも興味がありました。本を読んだりいろんなこともしました。でも何かよくわからない、自分をどう高めていくか、自分がどう偉くなって立派になっていくかということをいつも思っていました。それで特に私は働くことにとても興味があって、自立をしたかったんですね。20歳の時でした。大学を1年休んでロサンゼルスに行って英語を勉強するつもりだったです。一人のすごく素晴らしい男性が僕の友達になりまして、でその方が私がアメリカにいる間ずっといろいろと助けてくれました。すごく素晴らしい人格のある人でした。彼はクリスチャンだったんですね。キリスト教の教会に3つぐらい通いました。でも私が行った教会はほとんど牧師先生が、福音を語らない。僕は非常にがっかりした。それで学校出てもずっと働いて結婚しても大体働き続けたかったんですが、病気になって38歳の時に仕事を辞めなくてはいけなくなったんです。自分はこれからどうやって仕事もできないし暮らしていったらいいんだろうと思ったんですね。でもどうして何を求めていいか分からなかったんですが、もう本当に困ってある時初めてこう一生懸命こう祈ったんです。30代の時に子供ができたんですけれども、2人目と子供と3人目の子供はお腹の中で亡くなりました。で、人の命がどこから来てどこに行くんだろうっていうことをすごく深く考えました。で最後に、この東妻教会、当時は増永牧師でした。でこの牧師の話を聞いて、その話も今お話した以前と同じなら、もう教会なんて行く必要がないと僕は思った。で最後の機会としてこの教会を訪れた。アメリカの生活の最後の時に小さな聖書をくださって、でそれを持って日本に帰りました。その祈りは何に対してかはよく分かりませんでしたけれども、神様がその祈りをね聞いてくださったと思ったのはどうしてかというと、その少し前に私の娘が小学校6年生だったんですけど、その時友達に誘われてこの教会にステレツ先生の英語を学びに来てたんですね。それで1週間ぐらい後にちょっとここへ私は挨拶に来たんです。ステレツ先生にここの玄関で初めて会った時に、ここは教会ですと、教会行ったことありますかっておっしゃるので、行ったことはないと。そしたら聖書は知ってますかって言われたんです。で私はいや聖書知らないです。そしたら初めて聖書をこう私に渡されて、これは神様の言葉ですとおっしゃったんですね。だから私はその時日本語でその言葉を聞きたかったので、ああ
神様の答えかなと思って、神様に救いと愛が欲しくて自分の足で教会に来るようになりました。それがきっかけです。増永先生が話された話の内容というのは今まで僕が聞いたこととは全く違ってた、それでやはり強く心をつかまれました。それがきっかけですね。そしたら家の近くに PCA の宣教師の人が引っ越してきまして、私は知り合いになって、でそれで私のアメリカの友人を理解したいので聖書を教えてくださいというふうに彼に頼んで、彼は喜んで教えてくれまして、それから聖書を2年間今までの人生の中で今よりももっとよく読みました。何回も聖書を初めから終わりまで2年間ずっと読んで、そしてステレット先生の礼拝にも出るようになって、質問もしたり祈祷会も出るようになって、そして2年後に洗礼を受けました。自分の考え方とは最初は随分違いましたけれども、でも自分の力で生きていくのではなくて神様の恵みと憐れみで生きていくという、そういう聖書の教えにびっくりして、でそれをだんだん自分も必要だなというふうに思うようになってクリスチャンになっていきました。These are just a few stories of God's work in Japan. With a population of 126 million, Japan covers an area slightly smaller than California, or about 1.5 times the size of the UK, and is considered by some measurements the third largest economy in the world. While Japan is in many ways a secular culture, 79% of Japanese people identify as Shinto, 67% as Buddhist, and less than 2% as Christian. On the southeastern side of Japan's largest island, in Kobe,The country's sixth largest city are the five worshiping bodies of the Japanese RP Church: Higashisuma, Okumoto Keiaku, Kasumigaoka, Mukonoso, and Kirasuzurandai. In downtown Kobe, the Japan Presbytery also maintains the Kobe Theological Hall and Covenanter Book Room. Kobe is like a modern Ephesus or Athens. I'm talking about the accounts in the Acts of the New Testament.Ephesus was a port city. There were internationals walking on the streets of Ephesus, likewise here in Kobe. And like Athens, where Paul was outraged by all the idols, as you walk around the city here in Kobe, you would see some shrines and temples. So being in Kobe means to me that we are experiencing that whichApostle Paul must have gone through. Challenge and encouragement. やっぱり日本はね、もう根強く仏教というわけではないけれども、何にでも礼拝する、拝むという習慣があるんですね。日本には言い伝えでプロバ800万の神がいると、神々がいると言われます。偶像がたくさんあります。だから水にも神様がいる、太陽にも神様がいる、そして小さなこういう道に掘ってる仏像のようなものでも、木でも石でもこうして拝むというね、そういう習慣がどうしても根強くありますね。それとその先祖って言って、亡くなった人、お父さんとかお母さんとかおじいちゃんとかおばあちゃんとか、もっと知らない先祖の人に対して、私を見ててくださいね、私を守ってくださいねっていう、そういう信仰があるんですね。だからそれを宗教とはみんな思わずに、優しい気持ちとして思ってるんです。そしてコンピューターサイエンスの会社でも、この神道シュラインがあったり、おまじないをしたり占いをします。唯一神というものに対して非常にやっぱりアレルギーがあると思いますね。それは一番難しいと思います。そういう非常に神様の嫌われる偶像礼拝が強い国ですので、クリスチャンがそのような偶像礼拝から守られること、また本当の神様を知らない人が神様に立ち返るように、聖霊なる神様の助けを特に祈りたいと思います。 Present 21st century in Japan, from the history of Japan and culture of Japan, I think Japanese people are
simply self-contented. Many people say that, well, we kind of accept Christianity, but we at the same time accept like Buddhism and other religions as well. They just regard religion as like a fashion. It's really hard for them to accept Jesus Christ as their savior or their God as the true Lord. When you talk about gospel, you know, God, sin, salvation, and none of these are in the Japanese people's dictionary. So to explain whole view of the gospel, it's really hard to get to the end, to the Jesus even. で一つ大きい問題は、日本は今は経済的にも大変ですけど、やはり世界の中で見ると豊かですね。Well, you know, Japanese people are very rich. They are not lacking food or anything. So they kind of live their life without having so much problems. So that ends up, I think that ends up being indifferent or being not recognizing their true need of their salvation. Many people who are suffered by calamities or some hardships and sufferings are really brokenhearted. And they are ready to accept. Without that kind of thing, Japanese people's sense self-contented, really guarded heart is somewhat difficult. そうするとやはり誘惑も多いし、本当に必要なものを見る目が弱くなりますので、神様が一番大事なものを信じる心と目をね、日本人に与えてくれるようにぜひ祈ってください。That is a miracle of Holy Spirit that.Sometimes soften the people's heart and really breaking the basic obstacles. It's interesting the Holy Spirit does when he just work, and those who don't understand anything about it just start understanding, you know. Maybe the time might come for Japanese nation that the whole foundation shaken and people's heart becomes more open up.For the gospel, but right now Japanese evangelism needs more patience. もう一つはどの改宗も高齢化が進んでいます。We are facing a high-aged society. それから小さい可愛い赤ちゃんもいますけども、子どもたちの数は少し少ないです。日本語で少子高齢化と言います。子どもが少ない、お年寄りが多い。There are quite a few churches here in Japan.Whose average age is higher than, say, like two decades ago or something. There are lots of senior citizens as compared to adults who are working, those who are going to the colleges. その社会的な状況に教会も直面していますので、お年寄りをケアをしながら、契約の子どもたちを育てる。それが大きなチャレンジであり、我々のビジョンです。はい。ただ自分のそのキャリアからも思うことは、やはり日本でクリスチャンの子どもたちがクリスチャンとして成長するのはすごく難しいということですね。学校の教育や社会や、またお友達と価値観が違いますので、クリスチャンとしてのアイデンティティを確立するのはすごく難しいです。 That's our challenge, and we really need to encourage young people, especially in their junior high and high school students, to keep coming to the worship and to the church. The church hasn't been around forin Japan for so many years, in the Reformed Presbyterian Church, but in roughly 60 odd years, we have a number of families where there are four generations in the church. So they really are serious about passing on their faith within their families.皆さん非常にフェイスフルでコミッティドなクリスチャンの方ですね。でもそれは今度こうもっと外に出ていって、多くの人にこうアウトリーチしていく伝道のスピリットを神様与えてくださるように祈っています。それから契約の子どもたち、カベナントチルドレンが育っていって、良いクリスチャンホームを築けるように祈っています。私はもっとね、日本は日本で頑張らなければいけないというのが一番思っているところなんです。だから祈っていただきたいなと、日本の自立をできるように祈っていただきたいなっていうことが一番思います。ただいつもみんなに知っていただいてますけれども、私たちは主から受けた恵みを本当に教会の方たちに、まだ神様を知らない人たちに、この書籍を通して、やっぱり聖書の御言葉を通して伝道しないといけないという、たとえ働きであります。
In spite of challenges, many of the ministries and evangelistic efforts of the churches in Japan have been blessed. Some congregations have enjoyed increased attendance at regular social gatherings organized for young children and moms from the community. Recently, we are getting more kids in church coming to the events. So I think it's a great way to bring mothers and family into church. That has been good, actually. The ladies' Bible study, constantly the seekers coming. So children ministry, the ladies' ministry, big instruments for us. We have been blessed with people that have been faithful members of the church for many years. One of our members is going to be turning 109 next month, Lord willing. And she continues to come faithfully, not only to the worship every Lord's Day, but to the women's Bible study Thursday morning. いよいよ年齢はその忘れが多いんですね。そして前はページでも自分でくれましたのが、今はページが先生がまたいならまたいっておっしゃる、そこのページがすっと開けられないんです。そしたらお隣の木谷さん、こっちのお隣岩山さんがすぐに開けてくださいます。本当にもう情けないんですけどもね、神様のお言葉だけは伺いたい。少しでも お声がお聞きしたいと思って、皆さんのお邪魔になりながら出席させていただいて、牧師さんのお話を聞かせていただいており、感謝しております。ありがとうございます。Congregations like the Higashisuma Church have looked for ways to serve their many elderly neighbors. たくさんこの教会に高齢者の方がおられます。その方たちで、一人で住んでいる方、入院している方、生活で非常に、苦労している方、具体的には、お金が十分にない方、その人たちのその必要を私たちが、まず知ることから何ができるかについて話し合って考えています。そしてもちろんそのために一人一人を覚えてお祈りをしています。ぜひその活動を覚えてください。 Others are reaching out to their communities by offering English conversation classes. In the culture, a lot of people like to meet English speaking foreigners for the purpose of just practicing their English. English is a required subject in junior high school through high school, and many take it in college. Of course, Japanese economy is based on exports. A lot of travel overseas, and people like to be able to communicate in English. So we have found that the use of English Bible classes is still a viable means of bringing people together who may not have any deep interest in the scriptures or in Christianity, but as we get to know them, as we develop friendships, relationships with people, all kinds of doors open. In the center of downtown Kobe, the Covenanter Center building is a hub of activities for the Japanese RP churches. 日本の改革長老教会ははじめカベナンター書店から始まりました。中国が共産主義になった後、サムエル・ボイル博士を中心とする宣教団が神戸にいらっしゃいました。そして神戸の方々と交わりをするうちに、彼らにはこう聖書が必要だと、そして彼らはイエス様のことを受け入れる、そのようなこう可能性がとてもある町の人々だというふうにお考えになって、ボイル先生、それからオリナ・リン宣教師、後のボイル先生の奥様ですけども、カベナンター書店を始めました。そう、ヤマゾンなんかの証券、商売職が強くて、私たちが評価できる正統派のキリスト教の本というのが非常に少ない。そういう意味では私たちは正しい教えの本をできるだけ置きたいということがに心を尽くしているということですね。 There has been no Reformation Translation Fellowship at work in Japan. So in many ways, the Chinese church is much better equipped to educate its people and its pastors, its future leaders.Than the Japanese church is. It's been a lot slower to get English Reformed literature translated into Japanese. 本当にその我が教派だけのための存在ではなくて、広くその正統派
の福音派の書物教えが知りたいという方々に提供できている。Also situated in the building is the Kobe Theological Hall, which each year continues to train new church leaders. We are a small denomination and financially really feeble, but somehow always the new students coming in. God has blessed seminary and we are training people, but we do not have the places to put them work. We haven't planted a new church since the last of the lifetime missionaries retired and went back to the U.S. So we need to be looking ahead and making plans and seeking God's guidance and favor as we look around us. Right now, our session is counting about 18 places as a possibility. There are potential outreaches in the Tokyo area, and that may be the next direction we should be looking and thinking and praying about. There are already a couple of families that might be the nucleus of a new church, new mission church in Tokyo. Church is getting more steady, I think. I see church is getting more unified and working together. まあ本当に5年ぐらいかかりましたけども、みんなが互いに祈り合う関係を作る教会になってきまして、今は教会は本当に一つになっています。私たちの去年と今年の教会の目標は、喜ぶ人と一緒に喜び、悲しむ人と共に悲しむというテーマですけれども、それをうちの教会の人たちは一人一人自分の関係のある人にそのように思いを向けてキリストの愛を働きかけています。そういうところから今教会には少しずつ求道者の方や外からの人たちも少しずつ増えてきているという、神様が祝福して守ってくださることをすごく感じています。約20年前に、ビッグアースクエイク大地震があって教会大きいダメージを受けましたし、カベナンタ書店も全部壊れてしまったんですけども、東間教会ではそれまで貯めていたお金を一度カベナンタ書店の再建に捧げた後、12年ぐらい祈って待ちました。そして約9年前にこの街道を神様がくださいました。そして教会が非常にきれいに明るくなったことで、地域の人たちが割とこうたくさん出入りしてくださるようになりました。それがまず一つの大きい感謝ですね。それからだいたい毎年信仰告白をする契約の子どもや洗礼を受ける方が与えられていることも感謝です、はい、もちろんお年を召した方がもう天に神様のもとに行かれたりしますから、バックアンドフォースですけども、毎年誰かがこう救われることは大きな感謝です、はい、まず一番最初に僕は感謝を言わなければならないと思ってます。アメリカの教会、それから北アイルランドの教会、キプロスの教会、あちこちの外国の教会を訪ねて僕は行きました。でいつも非常に皆さん歓迎してくださって、ウェルカムウェルカムで非常に皆さん僕たちを歓迎してくださった。神様がアメリカやカナダやまたイギリス、そしてオーストラリア、中国、スーダンといった多くに改革長老教会の家族を与えてくれていることを心から感謝します。でもう一つは青年たちが自由に交流していることで皆さんすごくいい刺激を受けています。とても感謝なことです、はい。We really want to have some more fellowship with other countries or other Christians. And I think those kind of international fellowship will really show us the variety or the you know, fullness of Christ's body. And that will be the foretaste of our heavenly fellowship together. それはやはり共通の信仰の基盤があるからということですね。そのことを非常に僕は印象付けられたから、ぜひ多くの外国のクリスチャンの方が日本に来て教会員の家庭に泊まって、でコミュニケーションして、で日本のことをよく学んで帰ってもらいたいと思います。日本は今桜が満開で本当にベストシーズンです。ぜひまた皆さん日本にも東間教会にもおいでください。いつも東間教会を覚えて、
祈っていてくださることを感謝しています。私はクリスチャンになって本当に心配することもなく心に平安があって本当に幸せだということをしみじみ感じることができます。だから私の、家族とか私の友達にもやっぱり同じような気持ちを持ってほしい、神様を知ってほしいと心から思っています。私の家族もまだ誰もクリスチャンじゃないのでどうぞ世ので2人以上が祈ってくだされば願いが祈りは通じるということを読んだことがありますのでどうぞ一緒に祈ってください。これからも日本の教会のためにどうぞお祈りください。また家族でまだ救われてないものもありますので未信者の家族のためにもどうぞお祈りください。私たちも日本の私たちの教会の一人一人も本当にアメリカにおる IP 私たちの兄弟姉妹たちのために教会のためにも互いに信仰の家族として祈り合うことができることを感謝してますし教会でも覚えて祈っております。 Thank you very much for your prayers and support our Covenant Book Room and our IP churches. Thank you. Always thrilling thing is that God is working in the people's heart andslowly, one by one, but we see always miracles. That is the thing we continue to be a pastor, even in Japan, that we can see God's working among us. To know what's happening amongst fellow believers worldwide really challenge us and of course encourage us. And likewise,we hope that by knowing what we are doing, knowing about us, I hope that you will have some encouragement and some challenge as we labor together and pray together towards the advancement of the kingdom of Christ Jesus. Thank you.